コッシーのオケラクサイクリング。どうもコッシーです。今回は、お知らせになります。この度江戸祭立ち寄りスポットマップというのを作成しました。こっちの関宿城から、葛西臨海公園まで、まあ、各橋の全部書いてあるので、どの橋とどの橋の間に、まあ、どういうものがあるといった形でマップを作ったので、まあ、サイクリングの際にご活用いただけたらなと思います。であのサイクリストの方はもちろん、この江戸祭流域でお店を開いている方とかですね、あのサイクリストさん向けに、お店を開いている方がもしこの動画を見ていらっしゃったら、あのお店であのプリントアウトして置いといていただいても全然構わないので、あのカウンターとかイートインスペースとかそういうところで、あのレジ前とかですね、そういうのを置いといていただける、いただけると、まあ立ち寄ってきたあのお客さんが、まあ、これを見て、まあ、次じゃあどこ行ってみようかって、もしかしたら役に立ってくれるんじゃないかなと思います。あのもちろんあの無料で、PDF 版でダウンロードできるようになっておりますので、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの方ぜひ、ご活用いただければなと思います。というわけで今回は江戸祭立ち寄りスポットマップのお知らせでした。